はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。最近皆さん表情が硬くなったって言われませんか？それの原因と改善方法についてご紹介します。原因っていうのがやっぱりマスクをつけてね、表情を動かさないっていうのがね、結構言われてるんですけど、それともう一つ意外と皆さん知らないこと、それは頭皮ですね。頭皮が結構ねカチカチになってて、でそれの影響でお顔のたるみだったり、あとは表情がこわばってしまったり、そんな原因になってしまうんですよね。なのでその頭皮の改善方法について今日はご紹介していきたいと思います。頭皮が硬くなる原因っていうのが、まず一つ目は疲れだったりとかストレス、これが結構原因になってきます。結構ねリモートワークでパソコンに向かってやられる方って結構多いかなと思うんですけど、まあもちろんこの体勢が決まるっていうのもあると思うんですけど、目からの疲れでこう頭皮が硬くなるっていうふうにも言われてるんですね。それがまず一つの原因と、二つ目っていうのは紫外線です。外に出かけることも増えてきたので、最近だったりとかはね、紫外線が結構浴びることも多くなってきてると思います。そのね、紫外線の日焼けによって、頭皮に影響を与えて硬くなるっていうふうにも言われてます。では、頭皮が硬くなると何が悪いのか。まず一つ目は、出来物が出やすくなる。まあ、吹き出物みたいなのも言われる。頭皮硬くなるとやっぱ血行が悪くなるので、そういった症状も出てきます。次二つ目は薄毛になりやすい。単純にね頭皮が硬くなると血の巡りだったりとかが悪くなってきたりするので、栄養だったりとかね血液が回らなくなってきて薄毛の原因になるっていうふうに言われています。じゃあ最後三つ目は顔のたるみです。頭皮が硬くなると、まあ、一枚のね皮膚でつながっているので、まあお顔のたるみの原因になってしまう、こういったことになってしまいます。じゃあ改善方法っていうのは、やっぱり頭皮のマッサージがすごく大事なので、それの効果的なやり方についてご紹介します。じゃあまずは頭皮の化粧水を全体的につけて行き渡らせます。結構ねこれはしっかりとつけないと意味がないので、全体的にたくさんつけるようにしてください。じゃあ実際にマッサージをしていくんですけど、まずはこの辺り、いわゆるザビエルゾーンと言います。ここの部分を軽く両手でほぐすような感じでなじませます。ここがやっぱり硬くなってると、このねフェイスラインのたるみだったりとかほうれい線の原因になってしまいますので、しっかりとねここをほぐすようにしていてください。次にやるところはこのカチューシャゾーン、この部分ですねをマッサージをしていきます。前から手でやって少し動かすと、あとは少しねこのこめかみの部分をちょっとこれね上下にこう動かす、こうすることによってこのねおでこのシワのたるみを軽減したりとか、あとはまぶたのたるみっていうのもなくしてくれます。なので、このカチューシャゾーンもマッサージするようにしてください。今の2箇所を重点的にやったりとかします。で基本的にマッサージするときはまずはね指の腹、柔らかくなっていることですね、ここでマッサージをして、あとねこうグリグリするときっていうのもこうグーにしたとき、ここの部分腹ですね、ここもちょっと柔らかくなっていることなんですけど、ここでグリグリをしてあげる。手のひらでねマッサージされる方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方に関してはこの親指の付け根、ここでマッサージをしてね、柔らかい部分で頭皮をマッサージすることによって傷つけずに優しくマッサージすることができます。ではマッサージをするタイミングっていうのは1日2回です。朝と夜マッサージをする時間っていうのはもうほんと1分ぐらいで大丈夫かなと思います。1回でほぐそうとするのではなくて、それをね毎日毎日習慣化する、そうすることによってねたるみだったりとか頭皮の硬さっていうのは軽減されます。なので毎日やるように心がけてください。ということでね、頭皮が硬くなる原因と改善方法についてご紹介しました。やっぱりね、お客様でも結構言われてる方が多いですし、悩まれてる方が多いと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。